かったんというやつはありますよね。ありましょうね。高いボールです。しかしね、二村に打たれた球なんかはね、私は決して悪いコースに行ける球じゃないと思うんですよね。なるほど。ドラゴンズ勝ちました。これはまさしく奇跡の勝利です。これは矢沢さん言葉になりませんね。全くなりませんね。落合選手です。いや落合さん信じられません。2球目落ちましたね。そうですね。いやその前もねそんなにタイミング合ってないわけじゃなかったんですけどね。まあこういうこともありますね。最初がフォアボールで次がライトフライセカンドフライ。今日の斉藤投手のピッチングはどういうふうにこう見てきました？あのねいつもよりまっすぐ今日は早かったなとは思ったんですけどね。打ったボールは真ん中のまっすぐでしょ。自分のバッティングの状態は今日はどうだったんですか？そうしますと西本さん、最近ね、続いてますがね、ちょうど放送時間の方が間もなくお別れということで、結果と、落合選手の声もお届けできましたが、ちょっと信じられないような試合になりましたね。そうですね。まあ最近の落合に投げた球はね、本当に今落合自身が言ったようにですね、ど真ん中に来てしまいましたよね。そうでしたですね。しかもそのあの球だったらね、もっと球は行ってたと思うんですけどね。矢沢さん一言いただけますか？ねえ、まあね、もうあの9回の表に2点取った時点では、はい、この3対0で、もうジャイアンツも楽勝かなと。うん、